桜餅かな。桜餅ありがとう。あ、うん、なんやろこれ、え、うん、なんやろ、桜パイ、わからん、なんなんやろ、わからんけど、チョココロネに見えるな。あ、え、桜やん、むっちゃ。コスモライトさん、カニさん、あ、三色団子もある、美味しそう。別メガネさん、モンテさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。そう、ちょっと今日の朝は忙しくてできなかったので、昨日の夜かなぐらいからもう予約入れてたんですよ、すいませんね。はい。こんばんは、こんばんは、あみ久しぶりやって、久しぶり久しぶり。今日はね、見てください、めっちゃでっかいリボンつけました。これはね、この前ね、お買い物に行った時にママがね、なんかリボン欲しいと思ってたんですけど、ママもね欲しいと思ってたらしくて、でママがこの形めっちゃ気に入ってすぐに即買いしました。で、ゆうリボンです。なみたんこんばんは、昨日のちかぶさいなみたんめっちゃ良かったよって、ありがとう。皆さん昨日ほんまにありがとうございました。なんとか休憩の出番の時はね、雨が降ってなかったんですけど、あのね、休憩が出る前から待っててくださった方はね、雨に濡れちゃった方もいると思うので、ありがとうございました。去年はあのむっちゃくちゃね、雨が降ってて、あの会場っていうんですかね、舞台の機材が壊れちゃって、雨で、で急に変わって狭くなって、なんかあの皆さんも移動したり、アミたちも急に番号が変わったり、めっちゃ大変だったんですけど、今年はちゃんともともと踊ろうと思ってた舞台で踊ることができました。明太子ステージ、おめでとうございます、ありがとうございます。そう、ありがとう。ありがとうございます。そうなんです、今日の髪飾り壁ありがとう。それでな、そう、休憩研究生になってからですね、この前は休憩研究生で17人の時にやってたんですけど、今回は12人だったんですけど、はい、雨やんでよかったね、ほんまに。なんかさ、でもさ、雨降ってでもさ、雨やんででもさ、そのアミたちがさ、前もそうやったやん、アミたちが踊る時にじゃなくて、アミたちが踊る前に雨が降りすぎてさ、壊れちゃったからさ、それにならへんか心配やったけど、今回は大丈夫でしたね。あ、これ作ったからかな、これをね、1日2人ぐらいペンライトカラーで作ってたんですけど、もしかしたらその効果があったかもしれないですね。あった、あったと信じておきましょう。そう、かわいいやろ。はい、もうね、アミこれ毎日作ったからな、あの折り紙でてるてる坊主作る、何マスターって言うんですかね、え、作るのをマスターしました。はい、休みだとね、二度寝して12時前に起きたよって、おー、いいですね。でも休みの日はそれぐらいしとかないと疲れるから。こんばんは、昨日お疲れ様、ありがとう、本当に皆さんありがとうございました。見えてました、あのうちわとかペンライトとか、ありがとうございました。そうね、去年もたくさん皆さん見に来てくれてありがとう。な、めっちゃ盛り上がったよな、わかります。そうそう。あ、そうや、あのね、実は実はなんですけれども、あのあれ、実は実はなんですけどもね、実はなんていうん、言葉で言うの表すの難しいんですけど、昨日ね、アミだけがやってたことがあって、アミだけがやってたっていうかね、まあ、やってたことがあったんですけど、なんだでしょうか。チクタクチクタク、これはアミはね、あの私、あ、変わらんのやと思いましたね。むずいかもなんですけど、ヒントはこの前まで、この前の17人いた時の休憩研究生の時はアミだけじゃなかったんですけど、今回13人
昨日は10人出てたんですけど、になってからはあ、アミ一人やなってなったことがあったんですけど、さあ何でしょうか。気づいた方いますか。チクタクチクタクチクタチチャ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 皆さん当ててみてください。マキラ先生の差し入れ今回はなかったのかね。そうやな、今回あれですね、神戸オータムフェスティバルの時にね、いちご飴をね、みんなが食べたい食べたいって言ったらね、買ってきてもらいました優しい。あった方いますかね、そこで。じゃあそろそろ答え合わせしようかなーと思います。さあ当たってる方いるかな当たってる方いるかな。難しいやってやんな、むずいやん。でもじゃあもう大ヒントいきます。大ヒントは衣装についてです。見に来てくださってた方は分かるかな。衣装のほにゃ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 あるようなテレビとかでさ、 CM 前にさ、なんかさ、衝撃の一言とか言ってさ、ほにゃ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 って口だけ隠してさ、なんかほにゃほにゃ言って CM 終わった後に言うような、あんな感じですね。はい、じゃあちょっとそろそろ行っていいですかね。靴下履いてないで履いてたから。じゃあ正解をいきます。あ、待って、正解、ハットさん正解です。チュルジュ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 ン、ダラダン。衣装が昨日4色衣装って言ってね、水色と緑色と紫とピンクをつける衣装だったんですけど、そのピンクが網だけでした。わー、はい、そういう問題でした。そう、衣装にねフリルをつけるんですけど、そのフリルが17人の時はユカタンとレイポンとマナミンとアミのこの4人でピンクだったんです。なんかみんな振り分けられてて、その子に合った色みたいなんで分けられてるんですけど、4人おった中で3人とも昇格しちゃったから、アミだけやったんですよ、ピンク。すごくないですか。すごっ、気づいたの、すごいです、おめでとうございます。やばくない。で、アミはなんか大体そういう時ってね、なんて言うんですか、衣装チェンジって言って全部色を均一にするために、いつもは青着てるけど今日はじゃあピンクねとかいうのがあるんですけど、昨日なかったんですよ、それが。だからね、アミだけでした。すごくないですか。ちょっと嬉しかったですね。なんかけどな、なんかね、なんて言うん、寂しいっていう気持ちになりましたね。あ、ピンクおらんのやってなりましたはい、そんな感じです。そういう問題でした。当たった方、当たってし分かってたでって方はすごいですそうそう、その衣装は全員分あってね、 NMB48 のメンバーので、そうで、ピンクの中でも形がいろいろ違ったりしてますね。はい、すごい、ほんまに。でもね、ピンクと水色は結構似てるから、よく見ないとわからんかもしれないですね。お疲れ様やって、あ、見てた、こんばんはやった、混ざりました、ごめんなさいこんばんは、こんばんは。ピンク独り占めできてよかったじゃんねありがとう。お雨取り始めたいって、 ありがとうございます。ラミダンクラブ特別会員になってくださったんですね、ありがとう。皆さんお試しでもいいので特別会員になってみますかラミダン、こんばんは、久しぶりに配信見れたって、ありがとう、お疲れ様です。 お仕事で、あ、そう、アミは今日一曲ずつ振り返りたいなと思って、ちょっとでもね、だからパパパパッとやっていきたいと思います。まず、あ、そう、一曲目からね、なぎいちをねやらせてもらったんですよね。これの順ですね。そうそう、あ、ちょっと聞いてほしい。なんかな、
あ、そうそう、で、なんか、ちょっと待って、今さ、言いたいことが頭の中でうわーってなってるので、まずちょっと順番に言いたいと思います。モバメの変身ね、めっちゃ読んでるので皆さん、お時間がない中だと思うんですけれども、変身待ってますはい、まずこれか、さっき言おうと思ってて、それで、あ、そう、なぎいちなんですけどね、初めて持ち上げたんですよ。いつもって言っても、まあ2回ぐらいしか休憩でやってないかな、2、3回とかやと思うんですけど、いつもね、なんか煽る係なんですよ。持ったり持たれたりするのなかったんですけど、昨日初めてほのぴーと一緒にさゆきちゃんを持ち上げました。はい、難しかったです、これ。なんかね、あまり人を持ち上げることってないですよね、この横の体勢で。まあだから難かったですでも楽しかったですよ。ね、どこを掴んだら一番持ちやすいんかっていうのと、あと網とみそらちゃんが歌わり終わってすぐに持ち上げる係やったからな、タイミングがめっちゃ難かったです、練習の時から。急いでいかんとあかんけど、歌わりやから前向いて移動してってあきら先生に言われたんですけど、むずいやん。だからめっちゃはははってなっちゃった。で、あ、オーマイガー楽しかったな。9期生分からへん、踊ってる子もライブで、そのアンコールとかでな、アンコールで振り分けられた時とか、グループに分けられた時とかにあるかもやけど、アミはね、オーマイガー寂しく踊ったことなくて、今回初めてね、A メロとか B メロも覚えました。これでまだ1曲踊れる曲が増えましたね筋肉痛にならなかったって、全然なってないでけどな。なんか今日めっちゃ足のな、太ももが痛い書くように読んねん、これも。けどなんかな、むっちゃなんていうの、変な動作をしたら痛いですまあそりゃそうか、変な動作したら痛いかうんうん、そうで、オーマイガーはでも踊ったことない子が多かったです。その寂しく踊ったことないって子が多かったです。それで、あ、なぎさ最高はな、いつも10人で踊ってるんですけど、劇場公演で12人でね、初めて踊ったな。楽しかったですよ。けどなんかね、基本10人はちょっとずつだけ番号が変わって、残り足されるのでなんか番号を揃えていくって感じだったからな、なんか逆にややこしかったな。けど楽しかったな、休憩なぎさ行こう。はい、楽しかったですよ休憩、見てた、なぎさ最高はアイコンタクトをするところが多いんですよ。だからいいですよいいですよって変顔なんですけど、まあなんですかね。あとさ、この前の劇場公演でさ、てんちゃんがさ、なんか変顔するって言ってたじゃないですか。あれ見ましたよ。なぎさ最高の声ってあげて、わーんって言ってな、このなんていうん、花道の間をレイニャとコドタンが通っていくっていうところがあるんですけど、あそこでもてんちゃんと対面やってな、劇場公演でもそうやけど、いつもこれしてやだな。なんかさ、歯のさ、これでイーって出すやつあるやんか、あれをねやってますよ、やってましたよそう、楽しかったですね。それでその次にワロタピーボー踊ったな。ワロタピーボーは踊ったことありますね、全部。あ、じゃあ聞いて聞いて、レッスンの時にな、アキラ先生にこれがめっちゃうまいって言われた、アミの波打ちで、なんかな、もうみんな休憩が下手すぎ、なんかキモいって言われて、一人ずつアキラ先生の前でやってけって言われたんですよ。それでな、やったんよ、こうやって。そしたらおっとか言われてな、めっちゃうまいって言われた、すごくない？どこやっけ、初めの、あ、そうそう、A メロのところね、何かをやれば戦われるところでこれやるんですけど、イエーイって感じですよね、すごくない？この動き好きすぎ、え、うまくないやばいよな、普通に自画自賛すぎやけど、この動き普通にめっちゃ好きなんですよね。
っていう、めっちゃ褒められて嬉しかったよっていうエピソードでした。あ、でその次にてっぺん取ったんだよね、取ったんですけど、あれはなんかな、なんやろ、あれもあれは踊ったことあるけど、なんていうん、なんか結構難しかった。あら、なんかね、あれはむずいんですよ、振りが。だからこれはあのね、なんかもうでも結構踊れる曲がレパートリーがちょっと増えたから振り入れがなくなったんですよ。だからな、もうパッパッパッパって進んでいくんですよ、リハが。だから大変でした、めっちゃ。だけどこのそのてっぺん取ったんでは、あのみんなな、あのなんか細かい振りが多くって、この曲が。だからあのライブの時ってあんまり細かい振り教えてもらえる時ともらえん時があるから、分からへんところがあったりして、それで明先生にまた教えてもらいました。そうそう、難かったですね、かっこいい曲。けどアミあの曲めっちゃ好き、強そうですよね。で最後がアンティの青春のラップタイムだったんですけど、楽しかった、めっちゃ盛り上がりましたね。皆さんたくさんあのコールとかありがとうございました。楽しかった。あのな、ラップタイムはあのなんかね、意外にポジションがめっちゃややこしいんですね。だから大変やった。アミはな、今回のこのね、7曲の中で、あの立ち位置だけ見たら一番ラップタイムが難かった。なんかな、アミいつもなんやかんやな、ライブの時も思うんですけど、ラップタイムの立ち位置って難しいなと思ってます。むずいねん。なんかね、後ろ行ったり前行ったり後ろ行ったり前行ったりするから、でもねそれだけならいいんですけど、その度に番号も変わるから分からんくなる。10期生に教えることもあるかもやからねってな、こわ、教えれるかな、心配やわ、心配。30分は長そうで短い。え、なんかね、30分で聞いたら7曲で30分もなんかなんていうの、そんな使ったりするんかなみたいな感じで、結構長いなと思ってたんですけど、たったらびっくりするぐらい、もう1分ぐらいで終わったんかなって思うぐらい、あの一瞬で終わったな。めっちゃびっくりしたよな、短かった、すぐ終わったな、楽しかった。多分それでもきっとね、楽しかったからすぐ終わった、体感的にね。だから測ってたら普通にあれだったと思いますよ、なんていうの、実時間、現実時間、なんていうか分からんけど、それはちゃんと時間あったけど、体感時間はほんま長くても5分とか、めっちゃすぐ終わった気がしましたね。楽しかった。昨日大雨でなくてほんとよかった。え、ほんまにな、よかったですよね、ありがとうございます。ライブ会場によっても構成違うイメージあるかもな。あのね、5月かな、初めてのライブやったかで、めっちゃ難しかった思い出があります。あのラップタイム立ち位置、階段で踊ってた気がするんです。5月やったっけな、あれ多分5月のライブかな。それでね、むっちゃ階段の段数とかあるやんか、あれがむっちゃ難しくてね。そう、そんな感じです。そう、あ、お仕事戻るんやって、頑張ってください、頑張れ。こんばんは、こんばんは。皆さん今日の夜ご飯は何食べるんですか？アミのお家はね、カツを食べます今日は。なんで、なんか別に大会ごととかはないんですけど、カツを食べます。アミの最近の反省会のです。可愛いでしょこれ。これは誕生日の時にコヨタンにねもらったんですけど、やっぱりねもったいないやん、可愛いと。でね、なかなか使えてなかったんですけど、なんだろう、使わないのももったいないなと思って、洗
最近使い始めました。何の報告って感じですよね。けど、なんか紹介したかった。はい。まだ今年はコンサート情報もないから懐かなんて。見て、まだ出てきた。なんか、かわいい。なんなんやろ。届くん時が、あ、そうや。それそれ。多分そう。オムライスだったよって、おー、いいですね。オムライスは、なんやっけ。なんやっけ。チキンライスとバターライス。どっち派ですか ?551 食べた。おー、いいですか。あ、でも肉まん食べたいな、久しぶりに。肉まん豚まん分からんけど。お鍋の配信に備えてお風呂入ってて、ありがとう。ありがとうございます。お鍋やって、あ、いいですね。マミのお家もね、冬はね、お鍋多いですよ。あったかいからな。カツ丼やって、カツ丼じゃなくてカツ、分からん、何か分からんですけど、カツを食べるみたいですね。待って、一回ユート読みます。え、待って待って待って、なんか変、え、なんか変だぞ。なんかさ、たまにな、ショールームバグるんでさ、み、あ、あ、いけた、あ、いけた、戻った気がします。日高浩二さん、しほちゃん、マキシマムザユウくん、はなちゃん、ちゃんしもさん、ジョエルさん、しほちゃん、カズさん、ナチュラルさん、マキシマムザユウくん、野原しのすけ、のすけさん、鉄メガネさん、まゆさん、よしさん、GHP さん、ゆいちゃん、コジーさん、ジェラさん、タカさん、チャンシモさん、キャンちゃん、ベリマヨさん、鉄メガネさん、てっちゃん、チャンシモさん、カッチンさん、マボさん、ノラクロさん、ゆいちゃん、かよちゃん、まきまきちゃん、コンペイトーさん、モンテさん、マーボー、マーボーさん、アーニャさん、チャンシモさん、まきまきちゃん、コスモライトさん、てっちゃん、ジョエルさん、沸騰注意さん、鉄メガネさん、りょうじさん、コスモライトさん、まふみさん、ナチュラルさん、ありがとう、ギフト。皆さんありがとうございます。ルームスに近っぽなし待って、あ、あげようと思っててん。そう、待っててください。できたら今日あげたいな。あげたいな。めっちゃみんな撮ったんですよ。でもな、聞いてこよたん撮れんかってん。悲しい。そう、撮ろう撮ろうと思ってて、今日撮れてなかったん、撮ったと思ってた勝手に。なんかね、あ、なんかさ、コヨタンはもう前、なんかね、毎回撮ってるから、なんかもう気づいて撮ってるって思ってたんですよね、勝手に。やばい、ほんまに。え、なんかペンギン出てきた。コスモライトさん、ありがとう。ペンギンかな、ペンギンさん、ありがとうございます。そう、ほんでな、なんだっけ、あ、そうそう、コーダンと撮ってると思ってて、まあ、けど全体で撮れたから OK です。今度また24、あ、24、あ、コーダン出るやんな、撮ってきます。はい。チキンライスやって、お、アボライスはチキンライスかなって、いいですね。なんかチキンライスとバターライス何が違うん。チキンはあれか、チキンか、バターはバターやな、味がちゃうんか。今からミートソーススパゲッティ食べて、あ、いいな、美味しそう。アミはな、パスタはたらこが好きです最近。はい。GSGK のアマトの弁当レベルすんごい高かったから、カツも美味しいんだろうなって。美味しいですよ、美味しい。いつも一緒にいすぎるからね。そうやね、一緒にいすぎて役にもわからんなってんねん。やばい、ほんまに。あ、そうや、チキンライスはケチャップライスか。そうや、そうや。そうやな。写真楽しみに待ってますって、お願いします。でも、多分他は、え、わからへんねん。でもな、なんかな、あのさ、キューキってさ、もうなんかさ、一緒にいすぎてわからんくならないですか？なんかね、近っぽまでの間、4日間ぐらい連続でキューキと会ってたから、なんかもう、なんか誰と撮ったか分からへんくなんねん。逆に一緒にいすぎて、ほんま楽しいですよ。みたいな、ペペロンチーノ食べられなそうやなんて、え、実は食べれちゃうんですよね。
あんまり食べんな。でもペペロンチーノたらこ好きやからな。あとな、臭くなるから、しかもいつも食べようと思った時に限ってな、次の日になんか予定があったり食べれへんから、あんま食べないですね。あ、また休憩でフェス出たいな。はい、どこでもいい、いろんな方に知ってもらえるフェスに出たいですね。はい、チカップもまたね出れたらいいですね、休憩で。たらこ美味しい、あんな美味しいよな。よく遊ぶ友達は逆に死んどるな。え、それわかりますよ。なんかいつでも取れるかってなっちゃうよな。でもそのいつでもがな、多分合ってるからいつでも友達だけど、逆にあんまり写真撮らないみたいな、難しいよな。あみちゃんの嫌いな食べ物は何やって、嫌いな食べ物か、あ、貝でも、貝の中でも柿が苦手です。サミはホタテとかは食べれるんですよ、なんなら好きなんですけど、貝はじゃない、柿がちょっとだけ苦手です。あと柿と、あとね、あんこが苦手です。サミはアミのね、あーはね、あんずのあんなのにね、アミはあんずも、あんこも苦手なんですよね。はい。そうなんです。あとはなんやろ、あんまり苦手なもんないな。ということで、ちょっとそろそろご飯を食べたいと思います。そしてアミは今から M 公演を見ます。はい、今日の1位はちゃんしもさんです。何書きますか、何書きましょうか。あの TikTok 上げるので皆さんいいねお願いします。あとね、 Twitter のフォローもお願いします。この自己紹介のところに貼ってあるんですよ、リンクを。だから皆さんよければお願いします。いいね、あ、いいねちゃう、フォロー。あと大見さんいますか、なんかずっとかけてなくって、もしいたら書きたいな。いますかね、あみたんでお願いしますって。わかった、あみたん。自画像ってむずいですよね。あみね、でもね、あのね、4年生か5年生か3年生かいつか忘れたけどね、自画像でなんていうん、彫刻刀で彫って、なんていうんやっけ、版画やったことありますよ。じゃあ今から網を描きます。いつもねハーフツイン描いてるから、ちょっと今日の網を描きます。はい、下手くそやな、やっぱ。なんかまあかわいい、かわいい。皆さん許してくださいね、あかんで。ちょっと待って、一回みたいな写真見ながら、あみなんかいたことありがとう、ありがとうございます。あみはね絵が苦手なんで教えてください。じゃじゃん、はい、アミです。えって感じやんな、もう。あ、ちなみにこれは8割さんです。今日のね、アミのパーカーがね、タラーン、ちいかわなのでね、ちょっとそこまで再現度を、あの再現度、再現をしてみました。タラッタラーン、はい。でもちゃんとリボンまで書いてるんですよ、すごいやろ。じゃあやります、何やろ、じゃあこれでいいか。はい、チーズ、カシャカシャカシャ、ありがとう、ありがとうございます。あのこの触覚も出しておきました。あ、違う、これ。あおみさんいなさそうやな。じゃあちょっといる時まで忘れんように。あみちゃんとあれやから、あの後
頭の中にフォルダあるから写真の、だからいけますよ。ということでそろそろ終わります。この間チーカーの振り返った、あ、アイも撮ったで、クータンとあの松作さんと撮りました。桜さんとね撮りましたよ。じゃあ読みます。13位カニさんありがとうございます。12位ジョエルさんありがとうございます。11位野原しのすけのすけさんありがとうございます。10位まきまきちゃんありがとうございます。9位りょうじさんありがとうございます。8位沸騰ちょいさんありがとうございます。7位べりまゆさんありがとうございます。6位日高浩二さんありがとうございます。5位鉄メガネさんありがとうございます。4位もてさんありがとうございます。3位牧島まざゆうくんありがとうございます。2位こすもライダーさんありがとうございます。そして1位はドル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 ン、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。皆さんありがとうございましたということで、あの今日はね急に、あ、待って、びっくりした夜になったんですけど、また明日は7時からやろうと思うので遊びに来てくださいということで終わりたいと思います。バイバーイ。せーの、ちゃんしもさんありがとうございました。またねー、ありがとう、バイバイ